はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015鳴宮メイサムライ道パート10ですかね、10やっていきたいと思います。で、前回はね、8回に1失点して交代させられて負け投手になったんですけど、今のチーム順位はこんな感じです。うん、まあ、競ってますね、オリックスとね。うん、で、鳴宮自身の成績はこんな感じです。うん、まあすごく勝利数が多いのが特徴ですかね。防御率はまあそこまでめちゃめちゃいいってわけじゃないですけど、まあ、無難に来てるんじゃないかなと思います。で、今回はオリックス戦、うん、まあね、地元でクライマックスシリーズを迎えれるようにね、一勝でも多く勝っといて損はないんじゃないかなと思うんで、うん、頑張っていきましょう。どうでしょうね、どこまでいけますかね、オリックス打線相手にね。まあ、前回その動画撮ってない時もオリックス戦やったんですけど、その時は完封しました。うん、まあ、結構ピンチばっかりやったんですけど、まあしのいでしのいでみたいな感じで、うん、なんとかいけましたね。今回は先制点が欲しいですね。1-0やったんですよね、結局。まあ、辛かったですね、思った以上に。1回の裏、バファローズの攻撃で。まあ11勝でしたね、2位がね。すごかったですね。さあ、今回の相手の能力はパーフェクト。相変わらずパーフェクトです。さあ、頑張っていきますよ。うん、今回勝ったら18勝ですからね。うん、20勝はしたいかな。できればね、あと3勝。うわお、アイバッチ。うわ、二塁行かれますか。足速え。糸井足速え。さすがですね。厳しいな。まずは先制主導権を握りたいですね。スライダー。さあ、どのようなボールを見せてくるのか。フォークボール。バッターボックスには小山。オッケー、ラッキー。中島か、厄介やな。あ、危ねー。フォーク。お、ラッキー、振ってくれた。フォーク。なるほど、そうですよね。まあ2回連続は振らないですよね。あ。やられた。見事なホームランです。完全にやられましたね。失投を思いっきり叩かれた。前回のゲームでは、まあ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 、まだ1回ですから、うん、楽しくやっていきましょう。バファローズ見事先制点を挙げています。やっぱり後半になって落ちてきましたからね、成宮君もね。そうですね、理想的な形ですよね。前半勝ちすぎた部分もあるんですかね。危ない。やっぱり応援歌つけるとイメージが変わっていいですよね。よし、ナイスボー。それにしてもうまいこと持っていかれましたね。あの失投は失投でしたけど、さすがですね。まずはそのストレート外角を鏡のように持っていく感じ。 あんな綺麗に流し打ちしたらね、バッターの鏡ですね、本当に。さあ、ナイスボー。スライダー。オッケー。同じコースからフォーク。振らないか。振らないか。ダメ。オッケー。さあ、点取ってくれることを期待しましょう。ちょ厳しいかな。最近ね、ソフトバンクね、昔と違ってね、ちょっとね、あまり打たなくなってきちゃってるんですよね。そこが辛いかな。つらいな。バファローズリードで抜けました。成宮君よう打たれるようになってきましたね。てか昔よりも球が甘い。そこが厄介ですね。まあ、それは自分で何とかしろよって話なんですけど。打ち上げてしまいました。ピッチャーが取る。一塁へ。うわ、危ない。微妙なタイミングではありますが、いいね。一応ワンアウト取りましたよ。平野か。どう取れる。無理か。また糸井でしょ、迎えるのが。厳しいですね、今日はね。弾かんで欲しかったな。 3-0 か。
2回に3失点はいけないですね、いただけない。なおもチャンスは続きます。こういったチャンスでスライダー、またまた失投で打たれたのに失投を投げてしまうというね。チェンジアップ、ボールかよ。フォーク、OK、空振り三振、点取って嫌な予感しかしない。まあ負けてますしね、雑談とでもしますか。今日何の話しましょうかね。別に特別、マジで無理か。今日ダメダメですね。今日はまあ調子がよろしくない。さあ、そしてバッターボックスには、あの雑談しましょうか今日はね。点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから、ね、回さないようにしようですね。そうか、なるほど、そうですね。ラッキー、見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。坂口抑えてからでしますか。よし、流しました。これは三遊間抜ける。マジか、バックホームする。これでマルチヒット。もう毎回のようにピンチ作ってますね。今回はチャンスを広げてくれましたね。ダメですね。バッターですから非常に期待が持てると思います、ね、スライダー、その期待に2球目打ちました、ライト前ヒット。それも運ばれますか。サードランナーホームイン、2塁はセーフ。もう何しても今日はダメみたいですね。ご覧いただきましょう。3回4失点とか今までで一番悪いんちゃいます。まず1球目、いろんな企画やってきましたけど、ショートライナー、ここまで悪かったこと初めてですね多分。まあ4失点以上したことはありますけど、3回に4失点っていうのは初めてちゃいますかね。まあ1点でも多く得点しておくべきですが、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、高め、そうですよね。よう見ますね、チェンジアップ。ボールか、ストレート、あっさりと追い込んでから粘られ、カウントとしています。ストレート、このボールは外れてファーボール。バッターのヒラ、今シーズン得点圏での打率は2割5分。危ねえ、スライダー、マジの率ですね。なんか合わないですね今日ね。まあそうですか。チェンジアップ、ファウルボールです。ストレート、バッター見送りました。フォークボール、よし、三振、ランナーは動けば展開して、はい点は返してくれません。まあどうでしょうね、ダイヤのエースの話でもしますか。せっかくですしね。バファローズリードで迎える4回の攻撃です。まあダイヤのエースといえばね、まあまずエイジュン君がね、あのスカウト、女の人のスカウトからね、あのこうナイスプレースカウトからこうあいつは使えるってことでね、呼ばれるようになって、まあエイジュン君の家族も個性的でね、いいですよね。んでそこからね、その聖堂に来て、聖堂に来てから、まあまずね、東先輩っていうね、プロに行ったんですよね、あの人は。結局ね、ちょっと勝負して、まあいい球投げるんですよね、そこでみゆき君のリードでね。でそこからね、まあスライダー決まりました。こう古谷君とかね、こう春一君とかと会って、まあ、少しずつ成長していくっていう話ですよね。どうでしょう皆さんね、どういうキャラクターが好きとかきっとあると思うんですよね。まあ、知ってる人多いと思うんですよね。今ダイヤネスアニメもやってますし、結構今人気ですよね多分。今マガジンの方では救済してるんかな。ちょうどあの、あでもこれはあんまり言わない方がいいですね、ネタバレになっちゃうんでね。まあ、ええとこで止まってますよね。続きが気になるところで止まってますね。あ、興味ある人はね、単行本とか見てくれたらいいと思うんですけど。またファウル、めちゃめちゃ面白いですよね本当に。落ちる球を選択しましたが、手を出しませんでした。まあでもやっぱりメジャーにはかなわないかな。三振です。こうキャラクターが多い分やっぱりこう主人公が目立たないっていうところもありますよね。まあ主人公はそこまで強くないっていうのもありますけど、ゴロ君の場合は最強ですからね。そういう最強のゴロ君をどう見せるかっていう際立たせ役として脇役が出てくるタイプですけど、
ダイアナエースの場合はね、主人公、エイジュ君の主人公が、まあ、引き立て役になってしまってる部分はありますよね。うん、アウトコース打ちました。まあ、それはそれで僕は楽しいと思うんですけど、やっぱり、僕が漫画集めてるのはワンピースとかドラゴンボールとかなんですけど、まあ、それもね主人公ががっつり強いんで、その周りのキャラクターが主人公を立たせていくっていうストーリーじゃないですか、ね。まあ、やっぱり主人公を一番活躍させるっていうのがメインやと思うんですけど、まあ、どちらかといえばアイアンのエースはエイジュ君が少しずつこうなんていうのかな、成長していく部分もありながらちょっと空回りもして、うん、そういう主人公を立たせない、あんまり立たせていかない漫画ですよね。珍しいっちゃ珍しいかもしれませんけどね。まあよく言えばそのキャラクターが多くてね、あの人気が出やすいかもしれませんけど、悪く言えば主人公がちょっと微妙っていうねところはあるんでしょうけど、だからあんまりねその好きな選手誰って聞いた時にエイジュンっていう人は少ないですよね。僕結構話を聞きますけど、やっぱり倉持くんとかね、ゆうきくんとか、うん、とどろきくんとかね、そういうやっぱり能力高い人がやっぱりいいですよね。うん、そういうとこは多いと思いますね。まあ、僕はもう何回も言いますけど、鉄さん、ゆうきくんが一番好きですね。なんかあの背中で語る感じ、すごく憧れますね。うん、僕どっちかといえばクールな方ではないんでね、ギャー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 言ってるタイプやと思うんで、まあそれはもちろんね実況プレイではそこまでね一人ですからギャーギャー言えないですけど、まあね、そうですね、友達とギャー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 言ってることが多いんで、うん、あんまりそう結城くんみたいにあんまり寡黙でね努力家であの背中で男を語るみたいなねタイプの人間じゃないんで憧れますね、やっぱりね。エイジュン君ほどまでギャーギャーは言ってませんけど、それに近いものはあると思いますね。自分自身で言うのもなんかと思いますけど、うん、そんな気がしますね。剣の口3回以降はいいですね。展開してくれないかな。うん、動画的にも2試合連続負けっていうのはちょっと微妙ですね。いや、もちろんですね。この辺の1点2点っていうのは非常にチームにとって大きいですよ。さあ、その1点取ることができるんでしょうか。打ちました。よし、本当に2回以降は調子が出てきましたね。雑談してると調子がいいんですかね。うん、あまりにも集中しすぎるとあんまり良くないタイプかもしれませんね、僕はね。うん、そう、際どいコースに送ってストライク。まあそこから言うとメジャーはね五郎くんがすごい活躍して、まああとはね佐藤くんかなとか真由村とか、まあ大きい意味ではあのジュニア、あのまあ言ってしまえばお父さんを殺してしまったっていうお父さんのジュニア、うん、とかね、かっこいいですよね。まあホーキンスにいたんですけど、あのキャッチャーサンダースでしたっけ、あのヒゲの生えたね、いや本当いいですよね。まあ、僕そのメジャーに行ってからはねあんまり見てないんですよね。高校までが好きなんですよね、うん、小中高、うん、本当にいいですよね。ホロー君が左利きで帰ってきた時のあのいかつくなってる感じかっこいいですよね、うん、なんていうのかな、こう可愛い系からハンサム系、可愛い系から男前系に変わるっていうかな、かっこいいですよね。うわ、それ僕憧れますね、あの顔の変わりを、うん、ご覧いただきましょう。本当いいなと思いますね。左利きに変わるっていうのもね、で昔いた山根とか小森とかと合うんですよね。それがいいんですよね、うん、変化球を振らせました。で高校ではこうお互い違うところに行ってみたいなね、またあの聖堂でキャラクターを集めていくっていうのも良かったですよね。あの田代でしたっけ、あのキャッチャーのね、田代とあの田代口説く時で俺がやってやるよみたいな時のあの場面は良かったですね。あれですよね、とりあえずあの結婚した相手、あの子誰でしたっけ名前、あの子が最初キャッチャーをするみたいなこと言ってたんですけど、もう手が痛くてねできないで、田代が変わったらすごい上手なんですよね。うん、あそこの一場面すごくかっこいいですよね、田代が。こちらボール1ボール2ストライクです。
まあ、そういうキャラクターといえばね、エイジュ君とあれですよね、クリス、クリス先輩も良かったですよね。うわー、2点止まりか。4対2投げ切りましたけど、途中からはすごく良かったんですけどね。まあ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 、5、6点は取ってはくれなかったですね。まあ4失点したのが敗因ですね、完全に。まあしょうがない。何が原因かしっかり考えていくべきだなっていうのは、まあ確かにそうですね。ちょっと悔しいですけど、まあ200奪三振もしましたし、あ、次はロッテ戦か、よかった。ロッテ戦取らせてくれるみたいですね。さあ、ロッテ戦、次はロッテ戦取っていきますよ。じゃあね、今回これぐらいです。また次回やっていきたいと思います。どうにかこうにかね、2位になりたいんですよね。1位はちょっと厳しいかな。次はロッテ戦ということなんで、ロッテ戦を取っていきたい。25日ですよね。ロッテ戦、初の動画で成宮くんがロッテ戦を投げるのは初めてやと思います。ということで次回はロッテ戦取っていきたいと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それでね、宗介でした。さようなら。